はい、格闘卓ニュースゾーンの雑粕です。今回は朝倉ミクルブレイキングダウン。 連続逮捕者柴田には裁判で脅しの特大ブーメランについてですもう風物詩となったかもしれませんがブレイキングダウンで逮捕者がまた出ました2週間ぐらい前にも DV でケンカ屋こと久保田が逮捕されたのですが、まあ、連続して逮捕者が出たということですしかも逮捕を祝うようにその長ナ入れみ師の売り棒こと売田さんやノッコンが、まあ、SNS や YouTube などで逮捕者が出たということで 発信し、小銭を稼いでいます。もうブレーキングダウンというのは逮捕とセットと言ってもいいかもしれません。2月18日にブレーキングダウン11が行われました。まあ、僕自体は X や、まあ、Yahoo! ニュースなどぐらいのニュースでしかブレーキングダウンを追ってないので、 詳しくは知るわけではないのですがブレイキングダウンではまたまた乱闘や襲撃やまあ、誹謗中傷などが起こっていますそしてそれを利用してまたマネタイズしているのが桜美君なのですブレイキングダウンでは記者会見等で対戦者がいたところまあ溝口さんの身内であるレオ君が思いっきり後ろから蹴りをかましたり襲撃したりで試合でもキックボクシングの試合にも関わらず 相手の後頭部をリング上に叩きつけ、失神し、そしてそれに中指を立てるなど、もうやりたい放題です。まあ、ただの暴力、これを試合以外でやってしまったら犯罪と言えるでしょう。そしてそれで大炎上しました。でその大炎上したところ、ラッキーと思った朝倉美君はしっかりと YouTube コラボして小銭を稼いでいるのです。 そして今度は 2m のテコンドーの選手がブレーキング落ちしてしまって戦いましたそして負けた方が試合終わった後に襲撃し怪我をさせた後とのことですまあこれも普通に犯罪といえば犯罪ですそしてちゃんと朝倉未来君もこれも大炎上したことによって襲撃した側を YouTube で読んでまあ数字になるので小金稼ぎをしてます それ、ちゃんちゃらおかしいのが今度はエバタと襲撃された側と下側がコラボ YouTube を撮ってまた小銭化稼ぎをしてノックオン寺田まで参加してます。その後にはリングガールがこれはちょっとよく事情分かってないのですが誹謗中傷合戦を込めようとなんやらして炎上させてで炎上したこれがチャンスだと分かり今度また YouTube で朝暮れ3日読んでまた小銭を稼いでます。このようにやってはいけない行為襲撃や乱闘や誹謗中傷やを繰り返し。 そして朝倉みっくんがそれをちゃんと YouTube で載せて小銭を稼ぎをしている。言ってみれば CEO ブレイキングダウンのトップである朝倉みっくんが、まあ、炎上したり暴力ややってはいけないことやったらやった分だけ今度は YouTube に出してくれるというご褒美をくれるのです。まあ炎上してくれ暴力振るってくれやってはいけないことやってくれと言ってるのが朝倉みっくんと言っていいでしょう。それを見てるのでどんどん暴力や炎上やをしているのです。 そして今度は大阪の喧嘩自慢の人たちが恐喝で逮捕されました、まあ、これで逮捕された逮捕されたでまた YouTube を出して小銭稼ぎをしているのがブレイキングダウン周りと言っていいでしょう、まあ、簡単に言ったら犯罪行為をマネタイズしているのがブレイキングダウンなのです格闘技業界のために格闘業界を広げためて言ってますが全く逆効果です物事というのはメリットとデメリットがありますメリットといえばブレイキングダウンが広まっているので多少知名度が上がりましたそしてそれメインで きっかかけで格闘技を始める人がいる人いもしれませんただこれなんてもう高々かか人口の3%ぐらいです300万人400万人です。で残りの97%っていうのは無関心やあとは毛嫌いする人などが増えてくるのです。特に親世代などに関してはブレイキダウンの襲撃犯罪を見たらもう子供に 格闘技なんかやらせようと思えませんまあ当たり前ですできるだけ避けたいのですそしてスポンサーに企業にしてもまともなスポンサーがこういったブレーキダウンや格闘技などのスポンサーつこうと思えませんただただいつ犯罪を起こすかわからない上に正直ブランディングとしては逆効果だからですこのように97%のスポンサーへの悪影響そして親への悪影響でどん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 97%の中では格闘技の価値が下がり 非常に将来的にはマイナスになっているのですだからメリットは少しありますがデメリットがかなり大きいと言っているでしょうそして今まで格闘業界が築き上げてきたアスリート業界として築き上げてきた名誉を挽回しようとして築き上げてきたものを全てマネタイズして取り壊しているのが ブレイキンングダウンと言えるでしょう単的に言ってしまえば犯罪行為暴力行為を金儲けのために使っているということです。にもかかわらず今度逆に柴田選手が朝倉みっくんの子役か何かのタレントに対して少し、まあ、過激なことを言ったそうでそれに対してまた朝倉みっくん側が YouTube で小銭稼ぎで忠告し裁判出さざなど言ってるみたいです。自分たちがもう犯罪を利用してで金稼いにもかかわらず 下ボタには注意するような大ブーメランと言っていいでしょう。すべて小木チャンネルのせいでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。